皆さんこんにちは、僕はですね飲食ではないんですけどもご当地グッズとしてあの向こう正面ですね目指すところに構えております。阪神タイガースキャンプで出店して12年目になります。で定番のタオルや T シャツポロシャツで島ぞうりなどいろいろとグッズを販売してますので、皆さんぜひ、この後ですね立ち寄ってください。でT シャツの方がちょっと売り切れも出てきましたのでまた他のサイズもカラーも豊富に用意してますのでお早めにお買い求めいただきましたようにお願いします。でまた週末の方からはですねありがとうございます。実は聞いたね今日緑でしょこれ実はリノザキャップ限定仕様でゴーヤ仕様のキータになってます。そうなんですゴーヤなんです。球場ではね出会えないねキータなのでなかなかレアなので皆さんお写真とかねいっぱい撮ってあげてください。はいではキータ今日さ何の日か知ってる？何の日？2月14日はなんだっけ皆さん教えてあげてください。いきますよせーのバレンタインデーだってね。ここリゾートキャンプでもみんなに来たなんかいろいろ美味しそうなものもらってたんじゃない？これどうしたの？もうお腹の中に入っちゃってもうお腹いっぱい食べちゃったの？あらもうキャンピータ君もう当日バレンタイン当日待たずにもうお腹の中にチョコレートいっぱいみたいだそうです。ラッキーちゃんからバレンタインもらった？もらってない？あら、キータくんまだラッキーちゃんにチョコレートもらってないみたいです。あらら、欲しいね。じゃあ今度あのラッキーちゃんに会ったらおねだりしよう。チョコレートちょうだいお姉ちゃん。うんじゃあお願いしてみようね。はい、じゃあ皆さんラッキーちゃんに果たしてキータはもらえるのかね、今度機会があったらキータに聞いてみてください。ラッキーさんにチョコレートもらったってぜひ聞いてみてあげてください。ではここからは皆さんお待ちかねのゲームコーナーです。イエーイ。今日のゲームはですねボール入れチャレンジです。ボール入れチャレンジルールを説明しますね。こちらに今カゴがあるんですけれどもここにボールを入れていただくという簡単なゲームになります。こちらの方でお待ちくださいね。あと1人じゃんけんで入れたいと思います。いきます。せーの最初はグーせーのでしょ。おすすめ商品引き換え券もプレゼントとなります。こちらが本日限りとなるのでステージ終わった後にねぜひお返しいただければなと思います。